折りたいと思います。こちら対角線上に折ります。この4つの角を真ん中に合わせて折ります。次はここの下の角をこの上の縁に合わせて折ります。軽く折ってください。こちらの折り筋をこの縁に合わせるようにこのように折ります。残りも同じように折っていきます。これが基本形です。次ここの角をこのように内側へ折ります。ここから少しずつ変えていきます。このまま貼っても OK ですし、少しこのように折り返してちょっと角を作ってもいいと思います。一旦ちょっとこうしますね。そうしましたら今度はここの折り筋に合わせて折ります。こちらも折ります。このままでも全然 OK です。でこのままね、ここをのり付け、このようにのり付けするとこのような形になります。で先ほど言ったようにこのようにここを折り返して少し違った感じにしてもいいです。でこちらもね、このように一旦外してよいしょ、こういうふうに折り返してもいいと思います。こんな感じになります。あとはこのままこちらちょっと外しますね。よいしょよいしょ、ちょっと形変わりましたけど、ここを広げたまんまにしてもいいと思います。ここをね、倒したまんまにして広げてもいいと思います。さらにここを裏側に折って折り返しても、よいしょ、こうですね、よいしょ、こういう風になります。ここを開いてもいいです。中にはこういう形を作ったりしてぜひ遊んでみてください。でね、普通にオーナメントとしても使えますけど、このお皿としても使えます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。